さあ、続いてはわ、びっくりした。サイエンス。<laughs> 無理やり言われたっいいですよ、もう。えー、このコーナーは皆さんがびっくりしてしまったことを募集しています。シェケナホうん。大田さん世の中の新さんを舐め尽くした人。新さん舐めこみたいな。こんにちは。うん、読まれたら初採用ラジオネーム、うん、世間知らずな荒法男、うん。うん。 略して、せけな方と申します。ああ、そういう気がします、ね。世間知らず、世間知らず。ね、今回は20年ほど前に電車内で目撃したことを報告します。はい、その頃僕は、おぎくぼに住んでおり、うん、ある日の早朝、何かの用事で中央線の立川方面に乗り込みました。うんうん 乗り込んだ車両はガラ空きで、三人掛けの横に横たわる酔っ払いと、四人掛けの席のど真ん中に、膝を思いっきり広げ腕組みして熟睡する若いサラリーマン風の男性がいるのみでした。僕はその男性の斜め向かいに座りました。その男性はよほど疲れていると見え、ぐっすりと眠り、微動だにしません。電車は走り出し、僕は、 窓の風景や車内広告などを見ていたんですが、うん、ふとその男性に目をやると、どうやら少しずつ座席からずり落ちているようでしたこういう場合予想されるのは途中で寝心地が悪く感じて座り直すとか、座席から落ちそうになりびっくりして目を覚ます。程度のたまに見かける光景だと思います。うん、なので僕も特に注目していなかったのですが、うん、しばらくして再びその男性に目を向けたら、うん、わ、びっくり。うん なんとその男性、座席の座面でいいのかね座る面だね。座面を枕代わりに頭に乗せ、うん、相変わらず腕組みしたまま下半身を通路中央まで蹴り出し、うんはあはあ しかし、背中やお尻は床につけない状態で、平然と寝ているではないです腹筋すごいってことはそれ。<laughs> その光景は、新たもリンボーダンスで棒をくぐる瞬間の人のようです。うん、そのアンベリーバボーな体勢は、<laughs> 彼の後頭部一点で支えられております。<laughs> うんえー 意識的にやったとしても、そうそう長く続けられそうにないのですが、うん、すその男性は平然とその体制を維持し続け、<laughs> 一駅、また一駅と過ぎていきました。<laughs> すげえな。 その間に何人か人が乗り込んできたのですが、うん、一向に起きる気配がなく、な普通に座る人たちに囲まれ、うん、一人、<laughs> リンボーダンス体制を取り続ける異様な姿は、うん、シュール以外の何者でもなく、本当にすごい,ドッキリみたい今でも僕の脳裏に焼き付いています。<う>結局僕が先に下車してしまったので、うん、その後どうなったかは知る由もありませんが、 その男性が目を覚ましたとき、めちゃくちゃ恥ずかしかっただろうなぁと、思います。いや、すごい。よくそんなそれ以降もそんな寝方をしている人に会ったことがないので、そうだこのコーナーに出してみたんですが、自分が知らないだけで、案外よくあることなんですよ。<laughs> <laughs> そんなわけねえじゃん。<laughs> すごいですね。すごいね。見てみたい。見てみたいね。ね だってさ、そんなの途中から入ったら本当にドッキリかなんかだと思うよね。<ー>ふざけてやってるとか、パフォーマンスとかさ、なんか。そういうのも、ね、寝てて体硬くなっちゃう時あるけどね。そういう状態なのかな。だけどさ、すごいやっぱりそれこそ腹筋とかさ、使うわけじゃん、そんな状況。でもほら、不自然な状態で寝てる時に限ってこう、なんか、変なとこ力入れてね。口になっちゃう時ある、ね、あ<ー>体が。うん<ー>。板の間で寝てた時とか。はい,はい、はい、ああいう状態なんですか くたびれてどんだけ寝,て寝たいんだろうねそれねまあ立ち寝する人とかねサラリーマン結構いますから、ね、あ<ー>ガクンってなって起きるとかね、うん、ラジオネーム「きのと」太田さん夜更かし田中さんこんばんは、うん、私のはびっくりしたなんですが以前とある大学の教員をやっていた頃の話ですほほうほう そこはレベルの低いバカばっかりの大学です。やめなさい自分がごい大学の教員やってたのに。すごいな <laughs> 一応大学ということで、ああああ敷地はそこそこの広さがありました。うんうん、まあそういうもんだよね。うん、近所の住民もよく購買代わりにあるコンビニに買い物に来たり、近道や散歩で敷地内を歩いているような大学です。うん そこでは毎朝私の出勤に合わせるのかのように、ミニチュアダックスフンドの散歩をしているおばさんがいました。うん、おばさんはおそらく大好きなミニチュアダックスをしきりに可愛がり、うん、とても微笑ましいものでした。うんうん、そんなある日、私がいつものように出勤し、そのおばさん、ダックスコンビとすれ違おうとした瞬間、うんうん 何か大きな飛行体が、空からブワッと突撃してきました。うん、私はとっさに身構えてその方向を見ると、なんと、うん、巨大なトンビが、ミニチュアダックス運動、強靭な足でガッシリ掴み、<え>嘘嘘嘘大空へと、滑り去ってしまったで <laughs> はありませんか嘘 <laughs> そんなおばさんは恐怖に震えながら「まるちゃん○○マルマルちゃんい」いやいややだやだやだ,やだそんなのダックスの名前を叫び空を見上げていましたええ <laughs> これだけでもびっくりしたんですが続きがありますああああ私は目の前で起こった出来事にしばし呆然としましたがああああ我に返り これは何とかしなければと奮起しました。トンビたちの寝床が大学の裏山であることを知っていた私は、ああああすぐに車に飛び乗り、ああトンビのアジトに向かいました。すごいな、おい、すごいな。<laughs> すると思い通り、ああミニチュアダックスを掴んだトンビがバサバサと飛んでいます。えぇ、ー、すげえ。ダックスも懸命に泣いて抵抗しておいた。<laughs> そ,そ,その空中戦は熾烈を極めていました。ああ そしてトンビが高く羽ばたき、うん、ミニチュアダックスを地面めがけて突き落としたのです。えー、おそらく落としてくたっとなったところを食べるつもりだったんでしょう。うん、私はその落下地点に全速力で走り、<laughs> 見事、ミニチュアダックスを大好き。<laughs> スャッチうっそトンビの追撃、追加攻撃をかわし、えー、車で大学へ戻り、 ベンチでうなだれているおばさんのもとに、返してあげる。映画じゃねえかよ、そんなの。大号泣で再会を喜ぶ姿を見て、うん。ああ、朝からいいことない。やいやいや、お前スーパーマンだっスーパーマンそんなの。すごいよ。結局その日は遅刻しました。いいよ、遅刻なんてどうでもな。すごくね、本当信じられないですね。信じらんないな、ね、その話。 見事。いや、いやいや、だって、ええ、映画だよ、本当に。ええ、<画>よく間に合ったね。車でって、そんな。ねしかも裏山とかさ、ええ、なんかわかんないけど、車が行けないさそうじゃん。そんな、簡単に。そんなことあるんですね。トンビ怖いね。トンビ怖いし、いやー、すげえ話。<laughs> なんかいいね ミュージアダックスオンだもん、びっくりした。いや、よかった。ほんとよかったね、これ。すごいなまさか、トンビにダックスをね、ねぇ。らわれると。ね本ほんとだよ。トンビが戦うんだ、みたい。じゃあ、だよ。なんで違う方選ぶ二つぐらいしかねえだろ、トンビのこと。その違う方選ぶから、なんでなんだろうな ラジオネームアスパラ。はい。大田さん、スタッフの皆さん、エビ、こんばんは。エビ。これは私が小学生の時に体験した話です。当時まだ小学生だった私は、うん、家で父親の隠し持っていたエロビデオを発見し、はうはう親のいない隙に友達を呼んでは、うん、エロビデオ鑑賞会を行っていました。はいはい、モザイクはかかっていたものの、 なんだかいけないものを見ているような気分に災難まで、うん、私と友人数名は興奮と罪悪感でいっぱいの気持ちになりました。女の子ですけどね。あ、女の子ね。エロビデオ鑑賞会が友人の間で流行り始めて数日後、うん、一番仲の良かったエムちゃんが、うん、父親のビデオラックの中に変なビデオを見つけた。うん もしかしたらエロビデオかもしれないから一緒に来て見てほしいというのです。うんうん、もう最悪だよなぁ。もうこんなのもうすげぇ怖いよ。え何が怖い,い父親の気持ちとして。最悪じゃないんだろ早速数人の。見てきてほしいじゃね友人を連れてエムちゃんの家に向かうとエムちゃんはマルヒビデオと書かれたいかにもなビデオを抱えても待っていました。 テンションが上がりまくる我々は、すぐさまビデオを再生しました。ビデオはまずホテルの一室を映し出し、綺麗なお姉さんが、何やらカメラに向かって楽しそうに話しているシーンから始まります。そしてそのシーンは、男優の後ろ姿が映り、二人はことを追っ始めるのですが、ここまでは我々の想定の範囲内です。しかしカメラがベッド横のテーブルの上に置かれた次の瞬間、はびっくりなんと、 男優だと思っていたのは、うん、M エムちゃんのお父さんだったんです。うっそ。うっそ,そう。我々がエロビデオだと思っていたのは、うん、M エムちゃんのお父さんの、ハメ撮りビデオだったのですすごいしかもよく見てみると、さらにはびっくり。うん、女優だと思っていた綺麗なお姉さん M、うん。エムちゃんのお母さんではないのですいや、まあ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 ね。<laughs> そうだろうな。つまり、うん。 エムちゃんのお父さんは不倫をしており、うん、そのジョージを、うん、ビデオに収めてきたんです。いや、そういうことだろうな。唖然とするエムちゃん。うん、友人の親の、見てはいけないものを、うん、無修正で見てしまったいや。そうだよ、無修正だもん。友人のい、e、いちゃんは、うん、その場で大量のゲロ。そんなにしょ。 <laughs> 私はこれ以上ない興奮を覚えました。<laughs> <ー>子供ながらにこれはまずいと思った我々は、うん、未だ唖然としている M ちゃんに、うん、今日はとりあえず帰るね、と言い残し、うんうん、家中に着きました。うん、数日後、M ちゃんは耐えきれず、母親にビデオのことを話したらしく、うん、一家は1ヶ月も経たないうちに、うん、遠い町へ引っ越していきました。嘘 <laughs> 本当に先日10年ぶりに M ちゃんから連絡があったものの、うん、あの時のことを思い出すとまだにどう接していいのか分かりません。ええー、だけど私はどうしたらいいのでしょうか。いやいやいや、どうしたらいいって別にね、そのお友達だったらさ、何があったのか聞いてみたいね。聞いてみたいけどさ、マルヒビデオってまた行ないか。で、なんでマルヒって書くんだろうね。<え>バカだよね、ねそんなね。もそれこそそそんなマルヒってなって余計見たくなっちゃうもんね。 これは娘としてはショックですね。ショックはショックだけどさ。ゲロ入っちゃった子もいたぐらいですね。ね<え> <laughs> だけど本当に。受け止めきれなかったのかな、その子は。ねうん、そうじゃない。はい。それをまた見て、異常に興奮した、ね。興奮したばかね、もう本当に。<laughs> ええー。以前からポッドキャストを拝聴しておりましたが、最近ネット曲を見つめて、本編も拝聴しております。ゴリゴリですどうの今の太田さん、田中さん、こんばんは。はい。 私のびっくりした話を聞いてください。うん、数年前の私が高校2年生だった時の話です。うんうん、いつものように登校中、学校の最寄り駅から学校まで15分ほど歩くのですが、うん、私を含め女の子3人でいつものように歩いていました。はい、通学路には川幅の小さい、あ狭い小さな川があり、うんうん、小さな橋がありました。うんうんうん 橋の両側にはそれぞれ溝があり、上を通れるように鉄板が2、3枚渡してありました。うんうん、たあいもない会話をし通ろうとしたとき、うん、なんとなく足元を見ていたら、うん、私の視線にキラッと光る何かが見えました。ビー玉のように見えたものが、無性に気になって、うん、また下がってみると、うん、わあびっくり、うんうん、鉄板のギリギリ、 下に、かっこ四角に、うん、うん、ファブリーズの空き箱に、四角くくり抜かれており、そこからレンズが覗いていたんです。え立ち止まった私に気づいた二人に対し、これカメラちゃうと、<laughs> 私が指差し、しゃがみ込んでカメラを取り上げました。うん、取り上げてまたまたびっくり、うん、箱が熱い、うん 当然と言えば当然ですが、<う>かっこ、おそらく人通りが少ない時間に仕掛けて、うん、回しっぱなしだったんでかなり暑かった。回ってるわと言い、うん、中を開けてみたら赤いレックの文字が、うん、すぐに撮影を止めました。うん、箱の中にはハンディカムの他に、黒い、黒い、うん、ビニールテープで何か貼られていました。うんうん、おそらく、 女子のスカートの中を狙ったものでしょう。うん、急いで先生に持って行き、うん、警察に届けてもらい、うん、その後犯人が捕まりました。うん、盗撮はあるとは思っていましたが、トイレのイメージが強く、うん、通学路に仕掛けられていたことにびっくりし、ね、何よりも見つけた時の自分の冷静な行動にびっくりしました。うん、<laughs> 見つけた後は、あの黒いビニールテープの下には、転送機がついていたかも。うん という気がして、どっと一日疲れましたが、かっこ笑い。すごいね。読んでくださりありがとう。すごい体験だよね。これはびっくりだね。ねえ。そんな仕掛けこれビデオちゃうまあそう言ったんだろうね。なんでそこだけそんなに一生懸命言ったとてこれビデオちゃうこれビデオちゃう言ったんじゃな、そりゃ。でも本当にどこにそうやってね。 盗盗聴器だだととか盗撮のカメラだとかあるかかまあ、もう、盗聴はされてるでしょうね。<laughs> 絶対に。え、どういう。全員が。全員がのわけはないし全員がじゃないですね。そんなには盗聴されてる。国が多分監視してます。最低じゃねえか。そんなことないラジオネーム、お豆さん。太、うん、田さん、ビッグジョー先生の漫画に出てくる、脇役の人。うん <laughs> わかるのその、ビッグジョー先生っううッグジョー先生、どういう漫画とかをちょっとわかんないんだけど。<laughs> なんか聞いたことあるね。うん、包丁に味ええかああ。ビッグジョー先生の漫画に出てくる脇役の人。うん、こんばんは。はい。あれは忘れもしない高校時代の話なのですが、うん、当時僕はアマチュアレスリング部に所属しておりました。うん、試合前になると僕は毎回、 大体5キロほど減量していたのですが、うん、ある大会の試合前日、うん、1>, 1時間後に軽量を控えていたのですが、200グラムほどがどうしても落ちず、体育館をサウナスーツで走ったり、恥ずかしい話ですが、うん、干腸をして、うん、体内に残る大便を絞り出したりしていました。うんうん、大変ですよね。す,ねすごいね。 それでもどうしても残り5 0ムほどが落ちないまま、うんうん、軽量の時間は目前に迫っていました。かっ、うん、軽量は分動式の体重計で非常に厳密に計測されます。うんうん、焦った僕は、これはもう最後の手段しかないと思い、うん、単独登頂。うん <laughs> 単独登頂、うん、かっこ。うん 自行為。はい。はい。なるほどね。自分で単独でいただきまる。ああ、そういうことね。自行為をして、残りの体重を減らそうと考えたんです。迫る計量時間、トイレに行ってる時間もありません。しかしそこは、ベーションマスターの僕。ベーションマスター。や、マスターベーションの。ベーションマスターってな。またマスターだから、マスターベーションマスター。マスターってでしょ。 少しも慌てることなく、うん、無人の更衣室の入り口に鍵をかけ、無造作に吊るされた男臭い部屋で、うん、おもむろに目をつぶると、素早く、うん男臭い部屋でおもむろに目をつぶると、うん、素早く、そこらに置いてあったレスリングのユニフォームを、うん スクール水着に見立て。えー、鼻に押し付けながら。えー、脳内ストックの中からお気に入りのシチュエーションを再生させながら、懸命に右手の上下運動を繰り返していました。うもう少しでフィニッシュと思ったその時。わあ、びっくり。うん、いきなり他校の選手が、入り口とは違うドアから物室に入ってきた、うん、その距離わずか2メートル。えー、時間は止まりました。うん しかしその選手は、地方の大会ではありましたが、うん、毎回僕と優勝を争う選手だったのです。うん、あ、ご、ごめん、うん、そう言い残して、うん、慌ててドアを閉め、彼が更衣室を出て行った瞬間、うん、僕は果てていました。あら、すごいな。<laughs> 単独登頂を見られたこともさ、さることながら、うん、僕の手には、レスリングのユニフォーム。うん 完全に誤解されたとは違います。まあ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 、それはね、されるわな。ほどなくして軽量。うん。僕は無事規定の体重をクリアし、試合に出場することができました。うん。そして迎えた決勝戦。対戦相手はやはり先ほどの目撃者。うん。完全に目が怯えています。いや、そりゃそうだよ。それそうだよ。レスリングだし。必要に寝技で攻め込む僕。ああ、すげえ。逃れようと必死の目撃者。結果目撃者は、 最三の消極的な姿勢で、ペナルティーを受け。<laughs> 僕は地区大会を制したのでした。すげえ。世の中、何が功を奏するか分かりません。<laughs> すごいよ。よくでき <laughs> よくできてる話だよね。これはね、レスリングってちょっとね。ちょっとまあね。と思いますよね。 組んだりね寝技みたいなのも多いしねずっと抱き合ってたりするもんねあれね好きじゃなきゃできねえんじゃないかと思いますかねんなこともないんでしょうけどねうんん元祖ロシア人って相当なロシア人なわけでしょ落語家 川口と申します。<laughs> もうちょっと落語家らしい名前ないのか <laughs> 先日、下半身の方が少し落ち着かなかったので、<laughs> 近所のレンタルビデオ店で、いわゆるアダルト DVD を借りることにしました。そこで私は数ある中で、うん、ブルマに特化したマニアックな作品を選びました。詳しい内容はというと、 前半は20人ほどの体育着姿の女子高生が学校の体育館で体育の授業を受けるという光景を主にお尻をメインに映し続けるというもので後半はその女子高生の集団が学校に隣接する帰宅用のバスに乗り込み途中から乗車するサラリーマンや学生に やったりやられたりするという言った <laughs>、うん、内容です、うん、前半部分はあまり刺激の強いものではなかったので、うん、ぼーっと見ていたんですが、うん、見ていくうちにこの光景どっかで見たことあるなぁと感じ始めました<う>でもまあ気のせいだろうとうん、うん、そのまま見続けました <coughs>、うん、そして前半が終了し後半のバスのシーンに入った瞬間にはびっくり、うん、学校に隣接するバス停で、うん 女子高生の集団がバスを待っているのですが、うん、その光景が母校の小学校から見た光景と全く一緒だったんです。<ー>そうです。我が母校の小学校で AV の撮影がされていたです。すごいね、さっき私が感じた、この光景どこ,こかで見たことがあるなというのは、<笑><笑> 母校の体育館を見ていたからなんです。<ー>巻き戻し、改めて体育館を見てみると、うん、ドアの形や照明、ありとあらゆるものが記憶と一致しました。<ー>幕に関しては当時とそのままで、交渉、うん、もバッチリ映っている。そ嘘。そ,そこで思い出したんですが、うん、母校の小学校は数年前に廃統をされていて、校舎と校,校庭の一部は、そのまま、 残されたたままでし場所も都内にあるので撮影に便利ということで使用されたんでしょう母校がそのような撮影に使用され驚きと興奮の感情でいっぱいになりました、うん、そしてその後の私の下半身がどうなったかは、うん、言うまでもありません言うまでもないし、ね、<laughs> ま,まりのない長文を読んでいただきありがとうございました母校がねそういうんでし母校で果てたねえ 面白いよね,ねそうなの、ね、そこにまた同級生が出てきたりして,て、ね、そしたらすごいよ、うん、本当に本当にすごいことなのね,ねだからもう本当そういうほら統廃合されてとかねたまに我々もねなんかほら NHK のやつのロケでああ廃校になったけど今いろんなそれこそカルチャースクールみたいなのやったりとか、うん、ちょっとはこう展覧吉本本社って、ね、ああまあそれもあるしね おもちゃ博物館みたいになってるとか、ね、そうやっていろいろ使ってるもんな小学校とか中学校学あそこでもセックスしてんでしょうねおもちゃ博物館いや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 別にそれはしてないでしょ <laughs> あそこはおもちゃ博物館大人のおもちゃ博物館大人のおもちゃ博物館じゃないから子供のおもちゃ博物館だったからねあそこはねでもそういうところでそういうドラマだとか <laughs> そういう撮影とかも、ね、僕もほら学園ものやったじゃないですか去年くあのキュートあ,あキュート、うん、セックスしましたかセックスはしないですね実際の高校が やっぱり廃校というかあのトそれこそ統廃校みたいになってうんすっかすかになっちゃった <laughs> それ高いっでしょさっきの <laughs> あのやっぱりもう授業とかやってないっていう学校をそのまま使ってましたからね撮影にねだけど野球部だけはなんかちょっとグラウンドで練習がまだあってぐらいのまだ本当にこの間まで実際使ってたぐらいのところでやってましたね漂流教室、えー、漂流教室漂流教室ね うん、懐かしい。山和小学校っていう舞台です。うちの、俺が行ったら若宮小学校で、隣に山和小学校っていうのがあって。うわ、ん、怖い。ー大和山小学校がこうなったらどうしようみたいなね。うん <laughs> うん、リアルでした。えー